こんばんは。よし、もう始め。こんばんは。エリックです。始めたいと思います。今日はあのエンジンのファースト両 A 面シングル Say Your Name とエンジンの CD がリリースするので、あと何日後、6、7、8、9、10、5日後にリリースされるので、その記念でインスタライブリレーをエンジンでしています。で、今日が僕、エーリックの番でした。来てくれてありがとうございます。とティーザー、僕さっきあのエンジンの公式 Twitter とかYouTube とか TikTok とかで流れたと思うんですけど、どうでしたか？ありがとうございます。そう、僕メガネつけた。最初の頃、僕エンジンになった頃よくメガネつけてたんだけど、それが久しぶりにつけました、メガネ。しかもちっちゃくてよりガチ、よりリアルメガネになった。なんかメガネつけてて本も読んでたんだけど、それはあれかな、何の本だったと思う？それでは質問コーナーに行きたいと思います。いつもさ、インスタライブとかさ、お家でやるから、あの外出先でやる、ちょっと光が恥ずかしい感じがします。今日の夜ご飯、今日僕富士山見に行って、あの他の、 あの元練習生のグループの人たちと遊んで富士山に行って、ご飯も食べて、今こっちに来て配信してます。何の本？何の本って内容言っていいんですか？
想像、なんかね、勉強してる系の本です。どっかで探してみてください。MV の撮影の時に僕一番最後に撮影、エリックのターンが一番最後だって。で、なんかみんな全体のシーンとかいろいろ撮ってたんだけど、先にメンバーが帰っちゃって、僕、季節なんだか分かりましたか？季節って言っていいです。僕の季節って夏なんですけど、その夏の夏でもトイがいる夏とエリックの夏は違くて、そのシーンが別々で撮ったんですよね。そして最後みんな帰っていっちゃったんだけど、で、トイのシーン撮り終わった後、待っててくれて、僕が終わるのを待っててくれて、一緒に帰りました。優しい夏組で、リーダーもいたような、いなかったような。しかもなんかスタジオで写真撮ったんだけど、違うMV のシーンを撮ったんだけど、なんか影とか木の影とかカーテンとかいろんなところから設置されてて、光の角度とかめっちゃ調整しててすごかった。他のシーンもなんかちょっとずつ見たりしたんだけど、なんか質問3曲の中で一番のお気に入りはどれですかっていう質問に答えようと思います。僕3曲、エンジン、ウィーボー、セイヨアネームの順で聞いたんですけど、最初なんかエンジンとセイヨアネームは海外のデモ音源とかが海外英語だったりしたので、その僕もともと洋楽がよく聞いて育ってきたので、めっちゃなんかおーってなったし、しかもそれでその後に聞いた歌詞がなんかめっちゃ共感できる感じの内容で、エンジンとかはもうなんかドンピシャに刺さったっていうか、歌詞はエンジンが一番好きで、一番好きなところがそれぞれの曲で全部あって、
で専用ネームとかはおしゃれな感じがすごい好き。昔のさ、なんかもどかしい恋愛系経験談は話さないことにしといて多分歌詞を見てくれたらみんなもなんか共感できる部分があるかなと思います。で、ウィーゴーはなんかちょっと思い入れがあって、僕最初で最後のバイトをしたのがそういう名前のお店だったんですけど、それもリンクしてたり、なんか最後の最初僕が歌い出しが僕で、なんかプレッシャーとかもあったりで、そのなんか前の舞台のノナゴンっていう舞台があったんですけど、その10曲以上あったんですよ。でそれで唯一じゃないけど、みんなが歌う曲の中で唯一の僕が出だしの曲で、その曲もその最後ら辺に仕上げたので、そのだんだんいろんな曲を経験しつつその曲があったので、なんか僕を歌い出しに任せてくれた歌割りっていうのをいいと思ってここを選んでくれたって言ってくれたので、それが自信になったし、なんか今までこのその舞台に向けて頑張ってきて、その曲の中での変化とかが全部この曲の最初っていう重大な任務を任されたから、そのそれをちゃんとしっかりしようという思いもあったから、なんかいろいろ大事な曲です。僕にとってみんなにとってもそうだと思う。セイヤーネームとかね、みんななんかメンバーみんな言うんだけど、ドラマの主題歌になってて、そのドラマのタイミング、ほんと歌い始めのイントロが流れるタイミングがめっちゃいい。思います。見てる人思わないですか？共感ありがとうございます。コメントを逆にみんなは何の曲が一番好きですか？逆に質問コーナー、僕からの。そういえばさ、歌詞ランキング今2位だっけな、2位になってて、ありがとうございます。皆さん頑張って、こういうなんか取れるところで実績を残していきたいから、エンジンもちょくちょくいろんな実績を残して1位取れるグループになりたいと思っているので、みんなの協力よろしくお願いします。
ジェンもウィーボーもセイワネームも してるので、期間内に、ゲットしてくれた方にはもうそれが届くと思います。で、まだいろんな特典があるのでし、3月7日もライブがあるし、それはまだ通常版タワレコなんで、買ってくれたら3月7日にライブオンラインライブが特典として見れるのでぜひそれも見てほしいです。で、ソロエリックバージョンのレシートとかもやってくれているタワレコさんがあって、ララポート立川立ち飛店さんとアミプラザ博多店さんと僕の地元の那覇流坊店さんでレシートもらえるので、ぜひ僕のなんだっけなソロピクチャー版もゲットしてくれたら飛び跳ねて喜びます。で、今週の10日に、リリース10日に発売とミュージックビデオも解禁されるんですけど、その10日にエンジンの YouTube で生配信があるので、よかったら今見てる皆さん、10日の水曜日の夜の19時にリスニングパーティーをします。なのでエンジンの公式 YouTube チャンネルを今のうちに登録して、でメモもして頭に入れて、水曜日までにまたいろんな残りまだやってないメンバーの人たちもインスタライブとかティーザーとか上がっていくから、じゃあどうする、パーティー、リスニングパーティーなんだけどさ、みんなドレスコーデとかどうする？お菓子とかご飯とかどうする？それぞれ持ち寄ってね、まあみんなそれぞれで食べるんだろうけど、なんかご飯食べながらパーティーしよう。芋けんぴより、じゃあ芋けんぴ用意しといて、好きなお菓子、好きなお菓子と飲み物を乾杯する気持ちでパーティー始まるから、一緒にリスニングパーティーを楽しみましょう。で、あと今日さ、なんかねタオル、YouTube のタオルをエンジンのみんなが
考えてきたやつが今日まで締め切りが投票日が今日までなので、皆さんの気に入っているタオルの投票お願いします。僕のタオルはインスタ映えとかするような感じで、このさ、この CD とかをさ、四角い枠作ってる、デザインとして四角い枠を入れてるんだけど、そこに CD 置いて写真撮ったりとか、なんか今までのグッズとか最近届いたであろうチェキとかを置いて、これの特典とか置いて写真撮ったら多分映えるはずです。なので僕のタオルにも投票してくれたら嬉しいです。じゃあそろそろ終わろうかな。あと言い忘れていることは、なんかプレゼント企画しているから、エンジンのツイッターで3個ぐらいあって、プレゼント、そのリツイートしてくれたりとか、推しの名前書いて投稿とかなんかあるんだけど、その3個ぐらいあるから、みんな結構これは長くなっちゃうので割愛します。僕もリツイートするので、ぜひみんなもしてくれたら嬉しいです。で、 YouTube もいっぱいミュージックビデオ見てくれたら嬉しいです。ティーザー、自分の推しのティーザーもいっぱい見てください。で、明日は誰になるかな。今こっちに思い浮かんでるから、誰を思い浮かべたでしょうか。明日の答えは明日のツイッター確認してね。じゃあ、待って、最後に大事なことが、あと一つ、2月11日にオンラインサイン会をします。オンラインサイン会、お名前、サイン、日付を色紙に書いて CD と一緒にお届けします。サインを入れてる様子はリミスタオフィシャル YouTube チャンネルで生配信するので、ぜひ見に来てください。なんかサインを書いてる様子が見れる感じのイベントです。じゃあ今日はいろいろ、なんかいろんな情報とか喋ったけど、覚えていることを一つでもいいので実行してくれたら嬉しく思います。それでは終わりたいと思います。いいですか。じゃあ以上、エーリックでした。見に来てくれてありがとう。バイバイ。あ、待って、スクショ。ミューズ。
がとうございます。じゃあまた明日この時間に誰かと会いに来てください。以上、エーリックでした。バイバイ。どこでしたっけ、また。